折り代を出来上がりの線で折り、布端から約5ミリのところにしつけをします。まつり縫いにはまつり縫い押さえ R を使用します。電源を入れ、模様選択キーでまつり縫いの模様を選択します。布地はしつけをしたところから折り返し、布地の裏を上側にして押さえのガイドと布地の折り山が合うようにセットします。ジグザグの振り幅調節キーを押して、左の針落ちがわずかに折り山にかかるように針位置を調整します。布地の折り山が押さえのガイドに沿うように手を当てながらまつり縫いをしていきます。